ね。こんばんは。インスタライブなんていつぶりやろ。めちゃくちゃ久しぶりにインスタライブ。おいで。はい。もしゃもしゃやねー。よくわかんない感じ、よくわかんない感じでした。電波悪いですか？大丈夫ですか？いけてますか？大丈夫ですか？いけてる？ OK？電波悪い？ちょい悪い。大丈夫？オッケー。はい、ということで止まったり動いたり大丈夫かな。すいません。まあ最近はライブがいっぱいありまして、次は、スケジュール的にライブとなりますと、ライブというよりかは7日稲妻ですね。稲妻です。はい、稲妻ロックフェスが7日にあって、大阪行ったりとかいろいろありますけど、念願のですよ稲妻ロックフェス。やっとフリーズする。画質が悪い。大丈夫かな。念願の稲妻ロックフェス出演ということで非常に嬉しく思っております。ね、お天気どうですかね。まあまあ、もうそういう野外のフェスとかは意外と雨とかでもそれはそれで楽しかったりもしますけどね。うちのワンちゃんはトノとワカっていう名前です。ワカ、おいで。おいで。トノ君はもうおもちゃに夢中です。すいません。代わりに。
いやちょっと稲妻、明日明後日とリハーしますね。フェスのリハーサルがありますね。まあ、セットリストはこう大枠考えてるんで、ちょっと動きをつけていってっていう感じで、はい。今年フェス何本出てんのやろ。フェスもそうだし、なんかこの間ライブの直前に気合入れをよくするんですけど、その時になんかステージ1年のうちのステージに立ってた時間出してほしいねっていうのを話してました。どれぐらいステージの上いたんだろうねっつって、だいたいさセットリストであれわかるじゃないですか、何分ぐらいのショーだっていうのが。楽しみ稲妻。面白そうですよね、何分ぐらいステージに立ったのか出してもらうの。なんかこのわこれなんか承認これは承認って参加リクエストのやつ、承認ってしたらいいのかな。西川さん、そんなことある。来たやばい。へい、お疲れ様です。元気？元気にします、はい。お邪魔。私は今、声が。すごい、なんか声がね、こっちは通っててる？ちゃんと。聞こえてる？聞こえてる？西川さんだ。お疲れ様です。ちょっとどうも、こんにちはでございます。聞こえてる？大丈夫？聞こえますか？大丈夫ですか？聞こえてるよ。ちょっと小さいけどね、大丈夫かな？あれ、なんでこんなちょっと音が小さい。こっち。じゃあ聞こえてる？ちょっと待ってくださいね。はいはい。イエーイ。ご無沙汰しております。久しぶり。お久しぶり。すいません。ちょっと今度稲妻。いやいや。急遽。もう、やっとやんか。ちょっと。ずいぶんかかったで。いやいや、ありがとうございます。ちょっと、なかなかタイミングが。合わずと。そうそうそう、いやもうね、いろいろツアーやらそれぞれね、それこそ今年もね結構ライブ多かったって言ってたし、はいはい、やっとやっと思いますが、だからそうだからなんかね、他出てるんやったらうちも出てやと思って、そうやなんか、なんやその他に出るんやったらうち出た方がいいやんと思って、こうやってしてもらえた。あのずっとみんなで言ってましたよ、あのやっぱりこれ出たよねあれ出たよねの中にずっとあの恐れ多いんですけども、稲妻も出させてもらえたらいいなという話はずっとしてたんで。だってあれよ、それこそあのランペも出てくれてるし。あ、そうですよね。そうそう、だからあのみんなだからジェネだけ出てないぐらいの勢いやから、もうほんまに。いや、ちょっとやっとやっとこさ行かせてもらいます。そう、あのちょっとね、あのこれご覧いただいてるね、それこそあの金沢君のファンの皆さんとかは、え、なんで知ってんの、なんで繋がってんの感じちゃうかなと思う。実はそうなんですよね、はい、実はね、普通にね、あのご飯行ったりとか。そうなんですよ、前からちょこちょこね、一度番組とかでもご一緒させていただきましたけど。そうそうそう、あの時はほら、なんかあのあまり喋らへんキャラを気取ってたから、あのなんやその態度と思って。テレビ出るときはちょっとやりがちなんですよね。そうそうそう、なんかお前そんな人間じゃないくせにと思って、ずっと思って完全にあれは猫かぶってましたね。そうそう、いやでもね、そうっていうつながりもあったんで。そうなんですね。
ちょうどこう、まあ、いよいよこう稲妻も迫ってきたなっていうタイミングがあって、ちょっとまあ直接ね、はい、LINE でちょっとなんか誘いたいと思ってんだけど、どうやろうみたいな話もあって。はい。で一応こう、そう、まあ、言うても、やっぱり、ね、こういうつながりはあっても、やっぱりちゃんとこう、真正面から、お伺いするっていうのがうちのルールやと思ってるので、はい、ちゃんとそれはね、確認、もしよかったらっていうのを話はしながらですが、ちゃんと LDH の、ちゃんと正面の、玄関を叩いて、お願いします。いやいやいや、こういったタイミングで、本当に、15年目でね、この節目でまたこうやって出てくれるのがすごい嬉しい。いや、そうだ、自分たちも10周年で、ちょうどなんかこう、区切りのタイミングでもある。もうそんななるんか。そうなんですよ。一応10周年ということで、今年フェスにもお邪魔させてもらったりとか。うんうんうん、あ、そういうことね。そうだったんですよ。お前もだって体大きなったり、もうまたこう小さくしたりとかも大変やもん。アホみたいにでかくなったりとかしてる時期もあったし。いや、本当アホみたいにでかい時期あったんで。あったよな。だいぶそれを経て落ち着いて、今ちょっとパフォーマーチームが結構もう納金状態になってて。ああ、もうね。もうどんなスケジュールでもジム行くような感じのモードに入って。なるほど、なるほど。もしかしたら稲妻では裸祭りになる可能性ありますけど、大丈夫。そうね、もう脱ぐしかなくなる。絶対多分みんなもう脱ぎまくると思うんで。いやいや、でも、これね、まあ、当然ね、滋賀とかでもね、ライブやったりパフォーマンスしてくれたりしてくることもあったと思うんですが、はい、稲妻はまたね、ちょっと雰囲気またあるんで。はい。はい、ちょっと楽しみです。がっつり盛り上げさせていただくので。もちろん、もちろん、もちろん。ちょっとせっかく、しっかりですね。はい、やらせてもらいます。いや、楽しみやわ。ジェネが見れるのはほんまに。結構ね、いろんな出演者の方もいらっしゃるんで、自分たちも。そうよ、だからまあ、まあ、ね、でも、他のフェスもね、出てるから、まあ、いろいろ知ってると思うけど、もうとにかくうち、もうほんまに、もう、こんなに日本でぐちゃぐちゃなフェスないぐらいむちゃくちゃやから。ほんまに、いろんな部分が混ざってるんで、いい意味で。それは楽しんでほしい。いい意味でちょっと LDH 色全開で散らかしに行きますね。そうね。いや、もうそこはもうね、ジェリーもそうやし、ファンタのみんなとかにもそうやけど、もうエンジョイセントバンバンやって言うて、はい、言うてるし、楽しい。もし袖で西川さん見つけたら、ステージに来てもらえますね。そうやな、もう行こうかなっていう、いや、入っていいんやったら行くよ、入っていいんやったら。いや、でもなんか、せっかくね、こういう、つながりと言いますか。そうね。ね、特に出てくれる日は1日目やんか。はい。僕トップバッターなんで。はい。一発目終わったらこの後体空いてるから。お、マジっすか。バンバン袖で見てやろうと思ったから。なるほど。そうそう。ちょっとじゃあその旨を明日メンバーにも伝えておきますね。リハーサルやるで。何させられるか分からへんけど、ちょっともうはい体だけは、ステージ袖の近いところに置いとくようにします。わかりました。ちょっと話してみます、みんなに。ぜひよかったらね、今日これ見ながら、稲妻の準備とかね、してくれてる方もいらっしゃるかと思うんで。そうですね。はい、ね、期待していただきながら、だから7日、ね、ちょっとステージでどんな感じに散らかってるのか見に来てもらえると。いいっすね、ちょっと。いいかなっていう感じ。リハーサルが楽しみになりましたね、これは。ほんまはい、頼むで、いやだからそれこそしばらく他のメンバーとかも会ってないもんな。だってまあほら、ね、特にグループでコロナやと、はい、歌番組一緒の番組に出ててもグループはグループのだからこう収録スタジオとかさ、はいはいはい、生放送でも別スターとかが多かったから、うん、結構ねなかなかね同じ番組で同じ電波に乗っててもすれ違うとか。そんなんはあったんですよ、ね、うん、ぐらいで、あんまりこう喋ったりとかってなかったですよね。いやもう、だからやっと僕も、だから稲妻自体もそういう意味では4年ぶりに通常開催なので、うんうん、まあそういう意味ではもうなんかね、15周年ですけど、でもなんか4年ぶりにいつも通りの稲妻がみんなと一緒にできるっていうので、もうほんまにスタッフみんな気合入ってるんで。いやもういらっしゃる稲妻をこう待ち望んでいる方々も念願のという感じでしょうね。いやもう、てか、まず稲妻でジェネが見れるっていうのすごいね、みんな楽しみにしてくれてると思うから。ありがとうございます。楽しみにしてます、ほんまに。明日リハどれぐらいからやるの？え、何時ですか？明日リハ何時ぐらいからやるの？明日は、
11時ぐらいですね。あ、結構早め。あの、何するかほんまにちゃんと決まったら教えてな、ちゃんと。前日とかもうほんまに、まあまあテンパってるから、俺も。そうですよね。準備で。うん。あの、なるはやでやで、ちゃんとほんまに。わかりました。ちょっと、うん、あの、この後すぐメンバーにいろいろ確認して、うん、あの、アイディア出させてもらいます。すぐあの、うん、何もないやったら何もないでいいけど、あの、何かあるやったらちゃんと言うてな、ほんまに。多分ここまで、ここまで言っときながら、こんな配信をしときながら何もないは結構やばいかもしれない。いやいや、でもなんか、さ、この思わせぶりな感じもいいやんか。はい、はい、そうですね。いやいや、ぜひ本当によかったら、ね、あの、稲妻のステージに立ってくれるジェネをね、皆さん、ちょっとね、来てもらって、盛り上げてもらえると嬉しいなとすごく思います。しっかり盛り上げてもらいます。頼むや、ほんまに。頑張ります。ありがとうすいませんな、ごめんやで、ちょっとこんなこと、いやむしろあのこっちからお邪魔してごめんやで。ありがとうございます。まだね、ほんじゃ当日何日に待ってるわ、はい、まだあのご飯もお願いします。はい、よろしく。はい、かけまだね。はい、ありがとうございます。はい、皆さんバイバイ。またね。じゃあ7日にお会いしましょう。さあ、おほほほほ、すごっ。西川さん、全然わからんと思う。なんかカメラボタンみたいなの押したら、西川さんから申請来てたから参加リクエストみたいなのが。あ、ってことはこれ今参加って送ってきてる人、許可したらこの人たちと今みたいな配信になるってこと。これ相当、でもびっくりするやろ、そんなんしたら。いやーとか言ってなんか切られそうやし。悪ふざけで送ってきてんのかな、これは。いや、もう承認したのかな、いきなり。びっくりするやろな。いやー、ちょっと意外なつながりだったと思いますが、西川さんとはそうなんですね。実は交流がございまして、で、ずっとね、お話はしてたんですよ。稲妻自分も出たいっすっていう話とかもそうですし、出てよっていうこととかも言ってくれてたんですけど、なかなかね、その先おっしゃったらコロナがかかったりとか、あのタイミングが合わずだったんですよね。やっとタイミングが合ってできます。出れます。皆さんもいらっしゃるのでございます。なので、ぜひね、皆さんも稲妻ロックフェスいらっしゃる方、楽しんでいただきたいですし、なんか面白くなる気しかしなかったな、今の感じ。すごく面白いことになりそうだなと思いましたので、うん、楽しみにしててくださいね。ちょっと早速この後メンバーに話して、西川さんと何しましょうかということは話します。じゃあちょっとゲリラ的な配信でしたけども、ぼちぼちにしようかなと思います。当日コラボね、なんかできたらいいですけど、ちょっと考えますね。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。これも切っていいんですよね。じゃあね、稲妻楽しみにしててください。